皆さんこんにちは、ジャズピアニストの河野裕介です。今回はフレーズ強化合宿という名前の、動画コンテンツを、配信いたします。で、どんなものなのかっていうことをですね、皆さんに知ってもらいたくて、今回はですね1フレーズだけ、無料公開という形で皆さんにどんなことをしているのかというのを紹介したいと思います。どういうふうに1個の動画が進んでいくかということを大雑把に説明します。まず1つ目はこういうふうに僕が挨拶をしまして、誰からどんなミュージシャンからフレーズを使うかという説明をします。で、今回の皆さんに紹介するフレーズはケニー・バロンというピアニストが弾いているフレーズを紹介したいと思います。日本ではとても人気のあるジャズピアニストで、オーソドックスなプレーの中にも斬新なアイデアがあったりとか、ペンタトニックの使い方がうまかったりと、とても人気の高いピアニストですね。で、今回は彼のフレーズを使っていきます。このようにミュージシャンの背景だったりとか、ミュージシャンの紹介をします。で、そこから実際この説明が終わった後はそのフレーズの紹介をします。で、紹介が終わった後は実際に僕が演奏をしてみます。それは何かのスタンダードナンバーの上でそのフレーズを使ってみるという模範演奏をします。で、その後に、総評として、こういう風に弾きましたとか、こういう風に使いましょうとか、こういうコンセプトですよとか考え方を皆さんにシェアして最後は終わります。そんな形で今日はフレーズ強化合宿の内容をですね、ちょこっとだけ皆さんにお見せしたいと思います。それでは楽しんでください。どうぞ。はい、それでは、フレーズ強化合宿と同様に、今回もフレーズの紹介をしていきたいと思います。今回のフレーズはですね、 E フラットメジャーセブンスのコードの上で弾いているフレーズです。 E フラットメジャーセブンスは下から2のフラットソ、4のフラットレ、ファで、サーティーンスまで入れるとド、この音が使えます。では早速フレーズ弾いてみたいと思います。もう一回いってみたいと思います。わざとゆっくり弾いてみたいと思います。さあ、このフレーズ、弾いた後は解説をいつもしています。では今回も解説していきたいと思います。まず最初の部分、この音はコードトーンに入ってないじゃないかって思うかもしれないですが、これは E フラットメジャーセブンの3番の音に向かって半音でアプローチしてます。この半音でアプローチするというコンセプト、考え方は、ジャズでは特に多く使われます。これがあるからこそジャズっぽく聞こえると言っても過言ではありません。ビバップでよく使われる手法です。さあ、で、この今のアプローチノートを除いたら使っている音すべて E フラットメジャーセブンスのコードトーンだけでこのフレーズ弾いています。このフレーズの凄さというか素晴らしさは、コードトーンだけでこんな歌心のある素晴らしいフレーズになっているということです。よく E フラットメジャーセブンスとか、まあ何でもいいんですけど、一つのコードが何個も続くとか、一つのコードだけで何かしてくださいって言われると、どんなフレーズ弾けばいいんだよって思ってしまう人たくさんいると思うんですけど、今回のこのフレーズ全部ゆっくり見ていくと、ソは3番、レは E フラットメジャーの7番、ファは9番で、ルート音で5番、これもレは7番で、ドがサーティーンス、これね13番の音で3-1っていう、こんなにシンプルなのに歌心がある、しかも全部何も難しいことしてないコードトーンだけ、これはね、やっぱりなんていうんですかね、シンプルの極致というか素晴らしい歌心のあるフレーズだなと思って今回取り上げてみました。難しい理屈は何もいりません。全部コードトーンです。もう一回弾いてみたいと思います。こんなフレーズでした。フレーズの解説が終わったら、次は実際にそのフレーズを、曲の中で使ってみたいと思います。今回はレコーダーミーという曲のコード進行の上で演奏してみたいと思います。
それではいかがだったでしょうか。今回は E フラットメジャーセブンスのコードの上でコードトーンだけを使っているという、もうとてもシンプルなのにとっても歌心のあふれるフレーズを紹介させていただきました。さすがキニーバロンという感じなんですけれども、あえて今回僕は模範演奏で E フラットメジャーセブンスのコードが出ない曲を使ってみました。で、今回はレコーダーミーの C マイナー7というモードの部分で使ってみました。実際 E フラットメジャーセブンスのフレーズは C マイナーセブンスと近く、特にコードではなくモードの中では使いやすいはずです。例えば E フラットメジャーセブンスの中の 13th であるドの音っていうのは C マイナー7のもちろん一番の音でもありますし、今回のフレーズの中にも入っていた E フラットメジャーセブンスの9番目の音ファの音は C マイナー7という、これはモードの中だととても効果的なモードのサウンドの香りがする 11th の音になります。で、これはコードトーンで使うよりもやっぱりモードで使うと少しこうモードっぽくなるという。ということはこれ相互に使いやすいということです。で、このように、フレーズ強化合宿の中ではこう手に入れたフレーズをどのように使うかというのを簡単にだけ紹介します。あまり詳しく説明すると、難しく理論の話も入ってきてしまうので、このように簡単に解説をしますというような形で1話が終わっていきます。これを、月3本から4本、配信をして、皆さんにお届けしたいなと思っております。いかがだったでしょうか。もし気に入っていただければぜひフレーズ強化合宿入会していただければと思います。ぜひ、皆さんふるってご応募いただければと思います。それでは、短い時間でしたけれどもどうもありがとうございました。